様お待たせいたしました。今日はここ札幌ドームにて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まずは一塁側、先発投手の情報ですが、コンディションに関しては問題ないようです。そして対する三塁側、先発投手の状態ですが、ベンチの期待を背負ってマウンドに立ちます。それでは注目の対決を実況清水久志でお届けいたします。さあ注目のゲームが始まります。1番バッターが打席に入ります。第1球投げた、超スローボールはボン。投球2球目投げた、直球見送ってボール。これはわずかに高いか。第3球を投げました。ここで打った、どうだ、入った入った、ホームラン、先頭打者ホームラン。一本玉のように打球はライトスタンドに乗っていった。狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。先行チーム得点を挙げ、ここからどう攻めるか。打席には2番バッターが入ります。のけぞるような感じで受けました。直球ストライク。第3球は低めギリギリいっぱい、ストライク。さあ次は何で来るか。アウト、はい、空振り三振。これはナイスピッチ。打席には3番バッターが入ります。打った、ファウル。ボールカウントノーボールワンストライク。投げました、打ちました、ファウルボール。打った、投球これから4つ目。村本見逃し三振、これは入っていた。さあ4番が打席に入ります。投げました、高速スライダーはボン。カウントワンボール。2球目を投げた、外角低め見送ってストライク。投球3つ目投げた、打ちました、強烈、文句なしの当たりだ。センター見上げた、ホームラン、ソロホームラン。変化球を完璧に捉えました。見事な一発を見せてくれました。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。先行チーム得点を挙げ、ここからどう攻めるか。打席には5番バッターが入ります。投げました、超スローボールはストライク。さあ次の球、これは見送ってボール、ワンボールワンストライク。バッター思わず体を背けた。真ん中空振り、これで追い込みました。高速スライダー空振り三振、最後はスイングアウトの三振に仕留めました。1回の表が終わって2対0、先行チームまずは先制しています。先行チーム先発投手がマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1番バッターが打席に入ります。まずは初球、ファームストライク。まずは決めてきました。投球2球目投げた、インコース低め空振り。テンポよくいくか、見事なピッチングです。打席には2番バッターが入ります。投げた、初球打ち、ボールはサードへ。一塁へステップを踏んで送球、アウト。打席には3番バッターが入ります。投げました、ファームはボール。コーナー攻めてきます。投球2球目投げました、あと危ない。第3球を投げた、低め決まってストライク。第4球投げた、打った、痛烈な当たり、三遊間へのゴロ、アウト。
これで3アウト。1回が終了して2対0、結果3人で終わりました。これを流れにしたいところです。6番バッターが打席に入ります。投げました。球威のある球を投げてきます。投球これから2球目。これはボール、わずかに内側。投球これから3球目。打ちました。ショートバウンド、一塁へステップスロー。軽快な守備を見せました。打席には7番バッター。第1球投げました。インハイ見送ってストライク。カウント1ストライク。投球これから2球目。打ちました。ファウル。高く上がっています。取りました。これで2アウト。8番バッターが打席に入ります。投げました。打ちました。初球打ち、しかしもう一つ伸びがない。ファウル。超スローボールはボン。インコース、ボール。打ちました。いい当たり。うまくさばいています。3アウト、チェンジ。2回の表が終わって2対0。この回見事三者凡退としました。さあ4番が打席に入ります。投げた、外角低め、ストライク。投球これから2球目。打った、ボールを取った。ステップを踏んで一塁へ送球、アウト。打席には5番バッターが入ります。投げた、ファウル、ストライク。投球2球目。投げました。直球はストライク。さあ外してくるのか。一つ外した。お、ここは慎重に行くか。バットを出しません。ボール、いいコースですがわずかに外。打ちました。内野ゴロ、取って一塁踏んでアウト。これで2アウト。6番バッターが打席に入ります。内角高め、ストライク。第2球投げた、シンカーはボール。カウント1ボール1ストライク。投球3つ目。投げた、打ちました。ゴロが抜けた。ヒットを放ちました。打席には7番バッター。なんとかつないでいきたい。第2球を投げました。ストレートはストライク。一塁へ牽制球を送ります。タッチはセーフ。外れた、ボール。さあ勝負してくるのか。打った、いい当たりだ。二遊間ライナー破っていった。センター前のヒット、ナイスヒットです。チャンス拡大。8番バッターが打席に入ります。さあ1球目投げました。初球を打ちました。掴んだ、そのままステップを踏んで一塁送ってアウト。これで3アウト。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。2回が終了して2対0。得点を許しません。ピンチをしのぎました。打席には9番バッター、仙崎。背番号20。いいボール、変化球が切れています。第2球は直球高め。次はどう攻めるのか。インコース引っ張ってライナー越えてクリーンヒット。1番バッターが打席に入ります。ランナーを進められるか。初球を打った、センター前のヒットになります。2塁はセーフ。ナイスバッティングです。チャンスを広げました。さあここでバッターは驚愕のミート99。相手を突き放すバッティングとなるか。打った、痛烈な当たり、抜けた。ヒットを放っています。これで2打数の1安打。さあこの場面でバッターは期待のミート86。ここでリードを広げることができるか。
投球2球目打った、ボールを掴んだ、ホームへ一塁へ送って先行チーム1点入りました。さあこの場面でバッターは期待のパワー87、相手を突き放す一発となるか注目の打席です。第2球投げた、外角低め空振り。第3球投げた、ストレートはボール。第4球はあと間一発かわしました、強振空振り。さあ次で決められるか、直球見逃し三振、プレッシャーをものともしません。さあこの場面でミート71のバッター、相手を突き放す、1球目打った、さあゲッツーになるか、ホームはアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。3回の表が終わって3対0、先行チームこの回リードを広げました。打席には9番バッター、井上、背番号47。バットが折れます、センター前進、センター落下点に入りました、取りました、これでワンアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。1番バッターが打席に入ります。さあ1球目投げました、外角低めいっぱい、ストライク、バッター思わず振り返りました。2球目を投げました、打った、セカンドライナー、これで2アウト。打席には2番バッターが入ります。投げました、外角高め見送って、ストライク、まずは入れてきました。第2球はインコース厳しいところ、カウント2ストライク、キャッチャーからサインを受け取った、シンカー見送ってボー、ワンボール2ストライク。さあ次は何で来るか、高め空振り三振、最後は空振り三振に切って飛びました。序盤が終了して3対0、ゲームは中盤4回に入ります。6番バッターが打席に入ります。外低め決まってストライク、まず初球ワンストライクを取りました。2球目を投げた、ボールに勢いがあります。打ちました、これは内野ゴロ、アウト、これでワンアウト。打席には7番バッター、さあ初球よくってボール、打ちました、いい当たり、二遊間突破、いいバッティングを見せました。8番バッターが打席に入ります。ランナーを進められるか、一塁タッチセーフ、投げた、ストライク、インローへ、カウントワンストライク。さあ次の球打ちました、抜いていった、今ボールは内野へ送られた、気持ちのいい当たりでした、チャンスを広げています。さあこの場面でバッターは期待のパワー83、リードを広げる一発となるか注目の打席です。投球3つ目投げました、外角見送ってストライク、カウントワンボールツーストライク。ここは慎重に行くか、おお外れた、外れましたがいいコース。さあ次は何を投げてくるか、外角低め空振り三振、ここはピッチャーに軍配が上がりました。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ、さあ初球、初球打ち、一二塁間へ、ベースカバー取ってアウト、これでスリーアウト。4回の表が終わって3対0、事なきを得ました、二者残塁です。打席には3番バッターが入ります。ストライク、外厳しいところ、2球目を投げた、打った、流し打ち、三塁線いい当たりですが左に切れていきます。打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、軽快な守備を見せました、これでワンアウト。さあ4番が打席に入ります。
投げた、外低め見送ってストライク。まずは決めてきました。さあ次の球、これは見送ってボール、ワンボールワンストライク。おっとすっぽ抜け、力みすぎてしまったか。第4球を投げました、ミットへ直線、いいストレートです。さあここはどういうコースと球種でくるか。高く上がっています、セカンド下がった、セカンド落下点に入りました、セカンド取りました。これで2アウト、打席には5番バッターが入ります。投げました、ファームはストライク。まずは入れてきました。第2球を投げた、いいボール、変化球が決まります。テンポよくいくか、一つ外してボール、ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。アウトコース、空振り三振、最後は抜いた変化球。4回までが終了して3対0、クリーンアップを抑え切りました。打席には2番バッターが入ります。球威のある球を投げてきます。投球これから2球目、超スローボールはボン。バットを出しません、ボール。投球これから4つ目、打った、ファースト右、一塁踏んでアウト。いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウト、打席には3番バッターが入ります。さあ次の球、素直なバッティング、ボールを取った、一塁送球、取ってアウト。さあ4番が打席に入ります。インコースボール、体に近いところ。さあ次の球、高速スライダーはボン、カウント2ボール。第3球は低め見送ってストライク。投球これから4つ目、いい当たりになった、フェンス直撃、ボールは中継、ツーベースヒット。さあこの場面でミート71のバッター、ここでリードを広げることができるか。外れたボール、誘いますがバッター手を出しません。セットポジション第2球は打ちました、ライト線、グーッと打球が上がっていきますが取りました、これで3アウト。5回の表が終わって3対0、得点を許しません、セカンドランナー残塁です。6番バッターが打席に入ります。外の高め見送ってストライク、まず初球ワンストライクを取りました。いいボール、緩い変化球が決まります。打った、いい当たりだ、レフト掴みました。これでワンアウト、打席には7番バッター。投げた、真ん中決まってストライク。投球2球目、投げました、打ちました、ファールボール、カウント2ストライク。内角、空振り三振、落ち着いてあっさりと料理しました。8番バッターが打席に入ります。初球はストライク、インハイへ、カウントワンストライク。2球目を投げました、またしても空振り。さあ外してくるのか、一つ外した、ボーカウントワンボールツーストライク。さあ次は何で来るか、打った、ファースト右へのゴロ、そのままベースに入ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回の裏が終わりまして3対0、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。6番バッターが打席に入ります。外角低め見送ってストライク、カウントワンストライク。打ちました、ファウル、ボールカウントはノーボールツーストライク。一つ外してボール、ワンボールツーストライク。ここは慎重に行くか、
直球見逃し三振、ギリギリのところをついてきた。打席には7番バッター、いいボール、変化球が切れています。打った、痛烈な当たり、ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。8番バッターが打席に入ります。投げました、見送ってボール、カウント1ボール。ボールに勢いがあります。第3球を投げた、打った、ファールボール、カウント1ボール2ストライク。低めボール、抜けました。さあ仕留められるか。直球見逃し三振、最後は三振に仕留めました。6回の表が終わりました。3対0、最後は見逃し三振に仕留めました。打席には9番バッター、井上。第1球を投げた、真ん中見送ってストライク。第2球投げました、アウトコース見送ってストライク。直球見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。さあ勝負してくるのか。内側、危ないボール。さあ次は何を投げてくるか。直球空振り三振、追うようなスイングで三振でした。1番バッターが打席に入ります。投げた、これはしっかりキャッチしていました。第2球を投げた、ストライク、外角へ、テンポよく追い込みます。次はどう攻めるのか。ボール外れた、ワンボールツーストライク。さあ次は何で来るか。打った、右中間ライナー、取りました。これで2アウト。打席には2番バッターが入ります。内角高め見送ってストライク。まずは決めてきました。さあ次の球、ファームはストライク。さあ最後は得意の変化球で仕留めに行くか。キャッチャーからサインを受け取った、空振り三振。最後はタイミングを外されてしまいました。中盤まで終了して3対0、ここまで許したヒットは2本、安定しています。高校チームピッチャーを変えてきました。今日2人目のピッチャーとして登板です。試合は終盤7回に入ります。打席には9番バッター、インハイ、危ない球。打ちました、三遊間の打球、取って一塁へ送る、アウト。これでワンアウト。1番バッターが打席に入ります。投げました、スラーブはボール、カウント1ボール。カットボール決まってストライク。第3球はカットボール見送ってボール、強気で攻めてきます。投球4つ目、投げました、流し打ち、サード左横のゴロ、アウト。これで2アウト。打席には2番バッターが入ります。直球空振り。第2球はこれはボール。投球これから3球目。打ちました、いい当たり、うまくさばいています。これで3アウト。7回の表が終わって3対0、この回きっちり3人で抑えています。打席には3番バッターが入ります。インハイ決まってストライク、カウント1ストライク。第2球は打った、いい当たりだ、ショートライナー。これで1アウト。さあ4番が打席に入ります。いいボール、変化球が決まります。投球2球目、投げた、ストライク、外低めいっぱい。テンポよくいくか。見逃し三振、見事なピッチングです。打席には5番バッターが入ります。ミットへ直線、いいストレートです。第2球を投げた、インサイドをねじってよけた、ボン。
第3球は打ったファーストの右、自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして3対0、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。打席には3番バッターが入ります。高く打ち上げてセンター走る、掴みました。これでワンアウト。さあ4番が打席に入ります。内角低め見送ってストライク。さあ次の球打ちました、強襲破った、ヒットを放ちました。打席には5番バッターが入ります。ランナーを進められるか。初球は外低め空振り、一塁牽制、タッチはセーフ。第2球投げました、大きく外してきます。第3球はいい当たりが飛んでいる、レフト見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。ベンチ前ハイタッチの列ができている。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。先行チーム得点を挙げ、ここからどう攻めるか。6番バッターが打席に入ります。まずは出塁なるか。投球2球目投げました、バットを出しません、ボール、カウント2ボール。第3球は低め決まってストライク。第4球は打ちました、左中間のフライ、左中間破った、打ったバッターは二塁へ向かった、ツーベース、初安打。打席には7番バッター、怒涛の猛攻を見せてほしい。2球目を投げました、スラーブはボール、打った、これはスタンドに入りそうです。直球ストライク。さあ追い込んだ、さあここはどういうコースと球してくるか。さあバッテリーどんなボールでしょう。低め外れてフォアボール、8番バッターが打席に入ります。この回畳みかけていくか。投球これから2球目、カットボールはボール、これは完全にボールです。2塁牽制、2塁タッチセーフ。さあ3球目インコース高め空振り、少し迷った感じになりました。第4球は打った、合わせるバッティング、これはゲッツーか、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、これで3アウト。8回の表が終わりまして5対0、先行チームこの回2点を取りリードを広げています。6番バッターが打席に入ります。まっすぐ空振り、思い切って振っていきました。第2球はいいボール、緩い変化球が決まります。さあ外してくるのか、打った三遊間のゴロ、掴んだ一塁に送る、アウト。打席には7番バッター、投げた、球威のある球を投げてきます。投球これから2球目、直球はストライク。外れたボール、ここは慎重に行くか、打ちました、ファウル。第5球を投げた、流し打ち、どうだ、ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。8番バッターが打席に入ります。さあ1球目投げました、ストレートはボール、カウント1ボール。第2球はファンボール、空振り、仕方なくバットが回った感じになりました。5球これから3球目、打った、ライトいった、ライト前ヒット、塁に出ています。今日初めてのヒットになりました。打席には9番バッター、なん
とか1本つないでほしい。うーん、ボールに勢いがあります。投球これから2球目、のけぞるような感じで受けました。一塁へ牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。もう一度一塁へ牽制球です。投球3球目、よくってボール、完全なボール球。次が4球目、ストレートはストライク。これで追い込みました。さあ仕留められるか。アウトロー、空手三振。最後はタイミングを外してきました。8回の裏が終わりまして5対0、高校チームこの回の攻撃は0で終わっています。さあ最終回ピッチャーが変わります。バッターにとっては非常に打ちづらい投手。さあどんな攻防になるか。さあいよいよ最終回、打席には9番バッター。バッター思わず体を背けた。第2球投げた、外角高めいっぱい、ストライク。さあ3球目、打った、痛烈な当たり、アウト。いい当たりでしたがセカンド正面。1番バッターが打席に入ります。投げた、低め見送ってストライク。第2球は打った、ファールボール、カウント2ストライク。1つ外した、ボール。外角低め見逃し三振。打席には2番バッターが入ります。投げました、打ちました、初球打ち、ショートバウンド、ボールを取った。軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって5対0、この回見事三者凡退としました。1番バッターが打席に入ります。初球は決まってストライク。第2球は外のボール球、打ったセカンドライナー。打席には2番バッターが入ります。低め見送ってストライク、カウント1ストライク。さあ次の球、ファームはボール。低め攻めてきます。打ちました、内野ゴロ、ボールを掴んだ、アウト。最後のバッターに回ってしまいます。打席には3番バッターが入ります。投げました、いいボール、変化球が決まります。投球これから2球目、シンカーはボール、これは完全にボールです。投球3球目、投げた、ファームストライク。さあ次が最後の投球になるか。さあ勝負してくるのか。流し打ち、レフト線へのヒット。打ったバッターは二塁へ向かった、ツーベースヒットを放ちました。初安打。第1球投げた、打った、ファウル。カウント1ストライク。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。打ちました、ショート右、一塁送ってアウト。先攻チーム見事勝利しました。高校チーム残念ながら痛い敗戦となってしまいました。そして素晴らしい投球を見せました。今日の先発やってくれました、完封勝利。さあそしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日の主役は何といってもこの人、見事な完封勝利です。本当に今日は大活躍でした。さてご覧いただきました一戦は